赤目市市境県立自然公園は、三重県中部にある県立自然公園。雲津川と名張川の上流部にあたり、赤目48滝など多くの継承地を抱える公園である。公園の総面積は22,043ヘクタールで、指定面積の大半が津市に含まれる。2013年の公園利用者数は17万2,000人。1948年10月14日に、 赤目一市郷県立自然公園として指定された。1967年8月に公園の拡張が行われ、総面積22,043ヘクタールとなった。1970年には、園内の室岡山群、高県産地、一市郷国の中央部が室岡目青山国定公園に移管された。室岡目青山国定公園は、青山高原県立自然公園と、 赤目市市共県立自然公園を再編成したものであり、国定公園に指定されなかった部分が国定公園のバッファーゾーンとして県立自然公園として尊記された。こうした現象は全国的に多く見られたものであり、1996年時点で存在した55国定公園のうち37国定公園が、このような都道府県立自然公園から、 再編成されたものであった。名張市はエコツーリズム推進法に基づいて、名張市エコツーリズム推進全体構想を策定し、2014年7月9日に、環境省から認定を受けた。同構想は、名張市の観光入り込み客数の約9割を占め、環境負荷が高くなっている、室尾赤目青山国定公園と赤目一市共立自然公園の範囲を、 対象としたものである。松阪市においても、自然保全地区が園内に設置される予定である。一四郷水岸寺も津川上流部、渓流と、木岸周囲の森林に特色がある。鮎やアマゴが生息し、渓流釣りが盛んである。また大紫、昔トンボ岐阜町などの貴重な昆虫類の生息地でもある。な張り川上流部、 落葉紅葉樹に囲まれ、キノコ狩りが盛んである、松阪市西部産業地域であり、史跡が多い、ありがとうございます。